はい、こんにちは、新庄です。ヒデです。今日はちょっとラフな感じで、お酒でも飲みながら話していこうかなと思うんですけど、もう今日はね、ラジオ感覚で聞いてもらえればいいかなと。特にテーマもなく、ダラダラと話しますんで、で、僕たちね、今、12月入って毎日投稿やらせてもらってるわけですけど、これが思った以上に大変なわけで、まあ自分たちね、やると言ったものの、そう、まあでもそのやって初めて気づけることもあったよね。まあ勉強だね、本当に。だからそれまでが月10本出して10本とかだったから、これ毎日は無理だろうとか思ってたけど、実際やってみるとできるもんだし、まあ、今のところは慣れっていうのもあるよね。そんな感じでなんとか2人で協力しながらねやっております。ちょっと一服しながら。今日はタバコもありとお酒もありと。ちなみに僕は、レペゼン長野軽井沢のビールを飲んでおります。僕はジンバッグを作らせていただいております。皆さんぜひ軽井沢に遊びに来てください。僕はいませんけどまあ長野はいいところなので、はい、冬行ってもよし、夏行ってもよし、本当にいいところです。もう年中楽しめるところだと思いますので、ぜひやってください。まあそんなわけで毎日投稿をしておりまして、まあ、コメントやらあとはまあインスタの DM とかもね、あの反響をいただいておりまして、その中でねある相談が来まして、インスタの DM に相談がありました、はい。まあ、その内容というのが、まあ、恋愛の相談なんですけど、5年付き合ってた彼氏に浮気されたと、どうすればいいですかっていうね。これをなぜ我々に聞いたのかっていうまあね、我々看護師というね職業柄、やっぱり女性と話す機会がねとても多いですので。あ、そうね、はい、そこを見込んでの依頼だったのかな。数々のね、恋愛相談をね、はい、受けてきましたよ。傾聴のプロ、はい、共感のプロでございますね。傾聴が仕事ですからね。プロでやらせてもらってるので、そこはもう相手の気持ちを考えてね、相手がどんな言葉を欲しがってるかっていうのを考えて、そういうことです。ね、答えてあげるっていうのが大事なんで、とただね、こう浮気されてそれは辛かったねとか、もう別れちゃいなよっていうのがね、答えとしては20点いや10点、10点です10点です。10点の答えです。皆さんだったらどうやって返すかというか、まあ、どう考えるかっていうところですよね。ただ浮気したっていうねことに対してフォーカスを当てるのであれば、やっぱりもうそれは良くないことだと思うんですけど、ただやっぱり5年付き合ってっていうねこの背景があるから、そこを考えると、その5年間の中にね、いろんな、まあ、思い出とか、そうですね、いいことがやっぱ詰まってるわけで、5年付き合える人ってなかなかいないと思うんですよね。そうだね、特に20代とか俺も5年も付き合ったことないから、ちょっとわかんないけど、こう20代で5年って言ったらすごい大きいことだし、めちゃめちゃ大事よね、5年はね。やっぱ人生において大切な時間ではあるから、その中でね、5年一緒にいれる人っていうのはよっぽど信頼関係とか、気が合うとか、そういうところがないとなかなか続かないと思うんですよ。その中で浮気してしまった人の気持ちとか、その関係性とかは分からないから、一概にこうだとは言い切れないけど、やっぱりその5年付き合ったっていうのは事実だからさ、いろいろあったとはいえ、ここにね、まあ、少し考える必要はあるのかなと思います。プロの見解としては、答えをどうした方がいいよっていう答えを別に求めてないと思うんでね、本当は。答えは結構自分の中にあって、それを後押ししてほしいって多分思ってると思うんだよね。だから、まあ、相談してこう自分自身をこう見つめ直すっていう、多分その子もさ、こう5年付き合っていいところも見てきた分、やっぱりこう浮気されたってい こうマイナスな部分と、こう感情がすごいぐちゃぐちゃになって、そうだ、ね、まあ、自分の中でカットもあるし、どう本当の気持ちっていうのが今多分分からなくなってると思う、だからこうやって相談してきてるだと思うんですけど、冷静になって考えてみればって思うけど、実際当の本人は冷静になれないと思うんですよ ね、 難しいね、 ね、その状況だとしたら。だからその本人が最終的に一番幸せなね、こう選択をできるように、個人的にはその浮気ってね、コミュニケーション不足が原因じゃないかな、僕は勝手に思ってるんですけど、だから意外とその本当にちゃんとその彼と、まあ、5年経ってちょっとこうどうしてもこう中だるみというか、まあ、中だるみどころの話じゃないかもしれないんだけど、かなり慣れが出てきてしまって、こう、ね、なかなか改まってこう、ね、話をする機会っていうのは実は意外となかったり、そうだね、やっぱりこう一緒にいるのが当たり前になっちゃって、そうそう、相手がいてくれることのありがたみっていうのはね、どんどん薄れちゃってて、かもしれないね。もう逆にこう相手のことを分かっているつもりで実は分かってないみたいな、この先どうしていくんだろうみたいな、結婚するのかな、どうなのかなみたいな、そういうのがあって、こうまるであいみょんの
価値に出てきそうだね。そういうそういう状態になっちゃう。そういう状態になってるよね。で彼はそのどっちつかずな状態にこう嫌気がさして、まあ、男ってね本当にもうどうしようもない生き物でね、刺激を求めたくなっちゃうとか、そうだね、そういう生き物なんで、まあ、そこでちょっと火遊びしちゃったのかなっていう、クソなんだけどねそこが。まあね、結果クソなんですよ。結果、ね、それは間違いないと。本当にちゃんと話し合いを、そう、その浮気に至るまでの過程というかプロセスもちゃんと見た上で判断する、うん、でもその判断できるのってやっぱり当の本人しか分かんないから、うん、僕たちからはこうじゃあこうした方がいいよって言い切るのはまた違うと思うんですね。周りからいろいろ言われるけど、でもやっぱり自分の気持ちをね一番大切にした方がいいのかなとは思います。やっぱ感情が高ぶってこう状況が整理できないようなその、ね、心理状態になっちゃってるから、うん、そこをこう整理して、でここはこうだよ、ここはこうだよねっていうのを整理してあげると、その本人が本当の自分の気持ちとかに気づけて、あじゃあこうしようみたいなっていう答えが導き出せるんじゃないかなと思う。答えをこっちが与えるというよりはこうちゃんとこう考えさせられるような環境を作ってあげるというか、客観的に見てあのこうじゃないっていう状況を整理してあげるということですね。そうだから、まあ、この質問をくれた人以外にもそういうね状況にある人っている、少なからずいると思うんですよ、うん、だから、まあ、周りからこういろいろこうしろとか、うん、まあ、言われるかもしれないけど、結局はね、まあ、自分で決めることだから、まあ、自分の気持ちを大切にして、まあ、冷静に自分のことを客観視してみて判断するっていうのが大事じゃないかな。がふわふわした答えになっちゃってるけど、そういう相談に対してこれ言ったら正解ってものはないから、うん、その恋愛相談に限らず人生でね人それぞれだからさ、思ってることも違うし、だからまあね抽象的な答えになってしまうんですけど、はい。あとはどんな相談とか受ける？一般的にもうなんかよくみんな言うけど彼氏できないとかさ、しょっちゅう言うよねみんな。まあこれは永遠のテーマですね。永遠のテーマって言葉好きだ。大体の問題は永遠のテーマですから。まあでもこれに関してはその本人が本当に欲しいと思ってるのかっていうところだと思うんだよね。彼氏欲しいがっていうのが口癖になってる。そうそういう人って少なからずいると思うんだよ。本当に欲しかったらやっぱ行動すると思うしさ、で結局ずっとよく聞いたら家でずっといるみたいな、家で YouTube 見てるみたいな、動物の森やってますけど、そう YouTube 見るなら夏目の YouTube 見てくれと思うんですけど、うん、まあね、でもまあ、まあね、でもどれぐらい本人が本気で思ってるのかというところだと思うんですよ。まあ、厳しいことを言うようですけど、やっぱり、ね、本気度はね行動に現れますから、ね、そういうことです。やっぱりねあの口じゃないんですよ、結局行動でどれだけこう動いたか、そこだと思うんですよ。それを、まあ、実際こうやってみて動いたけどできないっていう人だったら、またねそこからどこがいけなかったのかとか、うん、改善点っていうのがね使ってくると思うんですけど、動いてない人にはもうアドバイスのしようもないから、ね、そうまず何かやしようよみたいな、一人で飲み行くのだっていいし、それが無理だったらね、なんかこうコミュニティに入るとか、なかなかこうやっぱり社会人になると新しいコミュニティとかさ入るのって結構億劫になっちゃうと思うんだけど、なんか新しい環境とかね、でもそういう癖はつけていかないと、まあ、今後の人生ね、まあ、その恋愛に限らずあの困ると思うので、どんどんどん狭い範囲になっちゃうから、ね、そうコンフォートゾーンから抜け出すと。それが大事だということでね、ややこしい言葉使わないでください。横文字を。はい、だからどんどんコンフォートゾーンから抜け出してもらえれば新しい自分に出会えると、はい、そういうことでありますので。本当にこの年になってくる、本当にね受け身では一切出会いってそうだね、なくなるね。特にもう働き出すとさ、もう環境ってもう本当に限られるからさ、それで今ってさこうコロナ禍でなかなかこう外に遊びに行くっていうのが行きづらい世の中だから、まあ、それはねどこか行動しないと変わらないのかなって思ったりしますね。何もしないとこういう関係って減りはするけど絶対増えることないから、ね、そうだね。まあ、僕たちもねよくちょくちょくこう飲みに行ったりするんですけど、まあ、そこで新しくね出会う人とか友達とかもいて、まあ、そういう出会いって本当にね楽しいし、まあ、この年になって出会う人って友達になれる人って少ないから、こう気が合う人とかに会えるとすごい嬉しいんですよね、うん、年齢限らずいろんな人に出会えるのが楽しいので、まあ、なんかその彼氏作りに行くぞとかじゃなくて、もう友達作りに行こうくらいの感じで行くのがね、うん、いいのかもしれないですね。確かにあれだよね、あの服絶対買うぞ今日みたいな感じで行くと意外と買えなかったり、そう、ゆえくんのあるあるじゃないですか。フラって出かけると意外と買っちゃうみたいな、ね、そうそう、それぐらいのね、あんまりこう考えすぎない、で、とにかくね、出かけてみるっていうのが、ね、いいのかもしれない。結構大事かもしれない。どこで出会うかなんてわからないし、
ていうか、まあこういう関係が広がればね、そこから紹介してもらえることっていうのがあるし、うん、そうだね、とにかく人に出会うことじゃないかな、彼氏作るぞじゃなくてね、でプラスどんどんこう、ね、魅力的な人になっていくんじゃないかな、そう、ね、人のこう出会いが広がるとね、これ思うのがやっぱりこう本当に自分がこの人だって思った時にその人に見合う、自分がね、自分がその人に見合う人になっているのかっていうのがすごい大事だと思うんだよね、うん、年をねだんだん重ねるとやっぱり相手も求めるものが多くなるし、うん、その中で本当に自分が理想的な人に会った時に自分が提供できる価値というか、そういう言い方をするとちょっとね印象悪いですけど、まあ、でも実際そういうことなんだよね、そうそうそう、うん、こういう趣味がたくさんありますよとか、うん、そういうの持っとくと強いのかなって思ったりしますね。そういうのはね、やっぱりちょっと戦略的に、そうだね、ずる賢く言ってもいいのかなと思いますけどね。チャンスを逃さないように、そうそうそう、準備は怠っちゃいけないですね。そんな感じ、そんな感じ。まあね、その出会いで言ったら、まあ、僕とかね、いつの話だったかな、2年ほど前、まあ、25ぐらいかな、ふと思ったんですよ。ヒッチハイクしたことないなと。あヒッチハイクしたことないなって思って、やっぱりそういうのって学生とかね、みんなやってるけど、まあ、そうかね、僕ね、こう、社会人になって、ふとヒッチハイクしてみたいなって思ったわけですよ。で、まあ、大阪でね、あの友達に会う予定があったんですけど、その前の日がたまたまオフだったんですよ。じゃあもうこれはヒッチハイクしていけばいいなと思って神奈川のね海老名サービスエリアからヒッチハイクしたわけですけど、初めてだから、しかも夜勤明けでもう頭ボーっとした状態で行って、なんかねやっぱりヒッチハイク してる人はいるんですよ、こういうなんかプラカードとか持ってこう西へみたいな、うん、俺何も持てずに行ったから、もう一台一台コン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 しながらもう完全不審者完全に不審者でヒッチハイクのやり方知らんのかお前すいませんみたいな、相乗り見たことないかお前そうヒッチハイクしたんですけど、もう最初乗るのに2時間ぐらい、海老名で、そう、海老名スタートして2時間ぐらいもひたすらくる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 回って、もうダメですみたいな、うわこれダメかもなと思ったら、もう最初はねたまたまお兄さん30代ぐらいのお兄さんが、あいいよっつって受けてくれて、もう心優しい人で、いろいろね、あのアウトドアが好きな方だったんで、話も弾んで楽しく、まあ、乗っててもらって、でも次のね、方がちょっとサービスエリア忘れてしまったんだけど、静岡ぐらいだったかな、静岡ぐらいまで乗っけてくれて、次がねおじいちゃんおばあちゃんをね、僕ちょっと声かけたんですよ得意なそうに、ね、得意なそうだし2時間断られ続けた経験があったので、若い人はダメだなと、特にね若い女の子とかはもう怪しいじゃないですか、完全に、確かに、もうおじいちゃんおばあちゃん行くしかないなって、まあちょうどねいたので、詐欺の手口、しかもおばあちゃんの方にね、ポンポンつって、助手席におばあちゃん乗ってたら、すいません今ヒッチハイクしてるんですけど、ちょっと乗せてもらっていいですかって言ったら、あいいよみたいな、おばあちゃんいるんだけど、やっぱおじいちゃんがすごい警戒してて、みたいな、まあおばあちゃんは、まあ、いいよいいよ乗りなよみたいな感じで、まあ、まあ乗せてくれてたんですけど、おばあちゃんすごい話してくれるんですよ、でおじいちゃん無言で、もう全く話さなくて。うわちょっと空気悪いなとか思いながら、こうおばあちゃんとだけ話してるのもなんなんで、ちょっとおじいちゃんにもいろいろ話を振って、若い頃何のお仕事されてたんですかとか言ったら、あの海外でね、まあ、駐在所にいてみたいな、海外か、僕も海外好きなんですよって言ったら、ちょっとねこう食いついてきてくれて、オープンしてくれました、ね、おーと思ってここだなと思って、でまあ海外トークからねちょっといろいろ仲良くなって、まあ、最終的にはすごいよくしてくれたんですけど、最初はね、こうエロビデオを売りに来たのかと思ったみたいないつの時代だよと思いながら、まあ、昔はあったみたいなんですよね、あのサービスエリアとかでそういう手口だった、ね、そうエロビデオを売りに来るみたいなそれかと思ってたみたいなだから警戒したそうそうそう、だけどすごい最終的にはもう本当におじいちゃんたちが降りるところの先まで乗っけてくれて、あめちゃくちゃ優しい、そうで、そんな出会いがありながらね、あのまあ、別にこれは女性と出会ったとかそういうわけではないんですけど、なんかすごいいい出会いができるなと思って、まあ他にも乗せてくれた方はいるんですけど、まあ、結果ね無事大阪の方までたどり着けたと、そんなねあの経験があったわけですけど、まあ、出会いっていうことに関しては、まあ、そういう、まあ、別にヒッチハイクをしろとは言わないですけど、なんかねそういうのがあっても、まあ、面白いのかなと思ったり、そういうだから初対面の相手に対してもそれこそね、あのアウトドアとかの趣味が合うとか海外の話ができるとかっていう、そういうなんか自分の中に、ね、貯蓄があると、あそうだね、うん、初めて会った人とこううまくコミュニケーションが取れるんじゃないかなって思って、逆に何もなくてもこの人って何が好きなんだろうとか、まず全く相手を知らない状態だから、うん、やっぱり相手を知ろうって思うんですよね、うん、どういう人生を歩んできたんだろうとか、まあ、その人を知ろうって思うと、まあ、その人がね
ことを深く知れるのかなと思ったりします。でもそれってやっぱり対女性に関してもね、まあ女性に限らずですけど、大事なことかなとは僕は思ってます。全ての人間関係ね、うんうん、自分のことを知ってもらえるとなんかやっぱ嬉しいし、うん、そうだね、うん、なんか仲良くなれたような気がするから、うん、まあ、結果ね、こう彼氏ができなくて困ってるっていう人はヒッチハイクをすればいいんですよ。さっきと言ってることがめちゃくちゃですね。さっきは別にしなくていい。でもやっぱり思ったのは、男一人だったらまだいいけど、やっぱり女の子一人ってのは怖いと思うから、うん、まあ女の子二人とかそんなんで言ってもいいのかな、うん、面白いと思います。まあこの時期ちょっとね、なかなかヒッチハイクはしづらいかもしれないけど、全然ね、楽しい、いい経験だったなって思いました。まあ、逆に普段自分が絶対しないと思ってることをやってみるっていうのもね、いいのかもしれないね。それで言うと、まずこれ全然その出会いとかそういう話からかけ離れちゃうんですけど、うん、お金をこうなんか使うっていうのを結構ためらう人でして、そうだね。まあ学生時代にとても貧しかったので、トラウマが多分あるんですよ。貧しかったので、お金がねなくなってもう怖くてしょうがない。やっぱりね、この動画見てくれてる人ならわかると思うんですけど、話の節々に若い時はお金がないと、ちょくちょく言ってますけど、ちょくちょく挟んでくれてる。学生時代本当に極貧でして、とにかくそのお金を使わないように使わないようにっていうのをね徹底していたんですけど、ある時ね、こうふつっとお金を思いっきり使うっていうのをしてみたくなったんです。まあ、それこそ東京に出てきたタイミングでね、まあ、1回六本木で飲んだわけなんです。六本木でわーっと飲んで、で、そろそろ終電になるなと思って、ちょっと帰るのめんどくさいなと思って、パッて見たらそこにリッツカールトン東京があったわけなんですよ。あ、リッツカールトン東京か、ちょっと泊まってみるかなと思って、そのままもう 夜中にね、こうチェックインをしまして、一部屋空いてるっつんで、チェックインしまして、6万8000円ですね。一泊払って頭悪いですね。完全に頭悪いです。夜中に泊まって次の日仕事です。次の日仕事ですから朝5時に出ました。滞在時間多分 4,5 時間ぐらい。めちゃくちゃもったいないよ。リッツカールトン、リッツカールトンちゃんと楽しまなきゃ。すごいもったいない使い方したんですけど、まあでもリッツカールトンすごくね、うん、いいところで、まあこれ拡張自我っていうこと経験されてますよね。拡張自我です。すごい楽しかったです。密着動画をね参照してもらえれば、拡張自我とは何ぞやっていうのがね説明してますので、で、そのお部屋のねカーテンというか、なんかこうウィーンってこう窓のブラインドが上がるっていう仕様だったんですよ。うわ、これはいいと思って、で、もうすぐ動画撮りましたね。このカメラセットしてそのブラインドの前に立って、パチッと自動でウィーンって上がってくるんですよ。で、ここ バスローブを着て、それをバッて抜いて、まあ、全裸になって拳をこう突き上げるっていう動画をすぐさま撮って新庄君に送りました。これね、見せてあげられないのが残念なんですけど、残念なぐらいのもう爆笑ですね。めちゃくちゃ面白いです。これね、じゃあ直接会った人にはね特別に見せてあげますんで。まあでもね、そういうね、いい経験が、うん、これすごいね、面白いな。面白いね。まあ、自分がね普通だったら絶対やらないだろうなってことをあえてやるっていうのが、特にね今ってボーナス出たじゃないですか。はめ外しても、まあ、いいと思うんだよね。1回ぐらい経験に投資するっていうのは大事だからね、うん、というその枠のちょっと外にこう、ね、うん、そうそうそう、最初はこうなんかねドキドキしてめちゃね、ちょっとね、そうそう、うわ大丈夫かみたいな、やばいなってなるけど、一回やってみるとすごい清々しい気持ちになるよね。大丈夫、これよかったなみたいな、うん、経験して気づくことってたくさんあると思うので、うん、これはぜひやってもらいたいです。やらかしちゃった分はね後で取り返せる。そうそうそう、ね、2週間にわたってもやししか食いませんし、ちゃんとちゃんと取り返してます。取り返してるな。拡張した自我がどんどん縮小していくと感じましたけど、まあ、そういうのもありなんじゃないかな。その体験は残りますからね。まあ出会いからね、かけ離れてしまってけど、はい、全然違う話になっちゃう。でもまあね、こう経験をするっていうのはとても大事なことだと、今回の動画で伝えたかったことはそこなんですよね。実は出たければ経験をしろと、やっぱ経験豊富な人ってモテますから。まあ、これはもう異性に限らず、やっぱ僕もこういろんなこと経験してる人ってかっこいいなと思うし、仲良くなりてえな、うん、やっぱそういう人になりたいなって思うから、積極的にねやっていくっていうのは大事かもしれない。まあ、これはね、いろんな価値観があるから、これが正解とかは思わないし、インドアが好きな人もいるから、まあ出かけるのだけではないですからね、楽しむっていうのはね。そうね、自分の生活の中でちょっとね枠を外れてなんかいろいろやってみるのも楽しいのかなって思ったりします。まあそんなところで今日のねナスメンラジオはここら辺でおいとましようかなと思うんですけど、だらだらと喋ってまいりました。またね、なんかこう話してほしいテーマとか質問とかあったらね、コメントでもまるでラジオかのように寄せていただけるはい、ちょくちょくねやっていこうかなと思いますので、はい、ということで絶賛毎日投稿中ですので、はい、
ぜひいいねとチャンネル登録の方よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。はい、もうあと今年も少しですからね、全力で駆け抜けていきましょうということで、はい、皆さんも仕事頑張ってください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。